ハピセラ TV、うん、そうちゃんと入るとおーってなるんですよ、うんうん、その上2ミリ、おーって言うね、いや、見た目でわかるんですよ、あのちゃんと乗ってるかが、うん、あ、それ入ってます、入ってます、うん、入ってるとこがミキティ5号ってなるんです、うん、あ、ミキティ発見、なんかできてるかな、あれ、わかるんだよ、うん、子供の時から、おーって言わない、釣れました、入ってないもん、うん、ここですよ、これ、こうグリッと立って、うわ、まずグリッとなってんじゃん、これ、うん、これを狙って、そう、それを狙うの、それを確認する作業が必要かもね、うん、当たるとわーってなるね、思っちゃうみたいな、うん、練習なんでこう探って、そうそう探って入れる、探って、え、その探してんのがほぐされてんのかなって思う、そう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 、そういう感覚なの、だからいいの、実際、うん、うん、こう指でね、ちょっとほぐしながらこうやって言ってる肩甲骨の方行っちゃえば、うん、あの大丈夫です、あの肩甲骨に乗っからなければ、うん、あのある程度前後しても、うん、あの菱形筋のラインと多裂筋っていうのがあって、はい、背骨と肩甲骨に当たらない間だったらある程度どこでも大丈夫です、ちょっとねしっくり張るとこあるんですよそこも、うんうん、こっちが、いや、うん、それが真ん中ラインで、うん、それ菱形筋なんですよ、でわざと気持ちよいところ取りたかったら、うん、ちょっといい、はい、今のこれがさっきあったこれがね普通の菱形筋の入れ方で、で気持ちよさを求めるんだったら肩甲骨のちょうどこのカーブしてるここのこれがあるんですよ、ここ、ここの斜めのとこ角、角角、おー、角を捉えて、ちょっとベクトル45度にこう、うん、これ全然違い出てないからねまだね、あ、これで今後攻に入ったんで、後攻ってとこはツボなんで一番こう気持ちいいとこ、うん、で上まで行ってこの肩甲胸筋、これ気持ちよくなるんですね、これが、で下手したらこう僧帽筋まで行けるわけですよ、こうやって、うん、こっちまで、うん、で首まで行けちゃうわけですよ、こう、うわ、うん、うん、ちょっといじめようか、この肩甲骨のこの間ね、はい、この間、この間、うん、間を狙う、肘、で肘って言ってもちょうどね、うん、狙って、あのこの尖ってるここ、はい、難しい、あ、そうそうそう、でベクトル少しな、あ、いいじゃん、いいじゃん、入って、入ってる、入ってるね、分かんないか見てる人は入ってるから、ちょっともう一回やろう、うん、ちょっと上まで行ってみようか、はい、難しいですね、うん、最初指で確認しながら探って、うん、もう一個上、うん、するとベクトルがちょっと斜めになるよね、こっち側になってくるから、はい、斜めになってくる、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、うん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 、指がやっぱね消耗品って言ってあのずっと指でやってるとやっぱ壊れやすいし、あの強い人いるんだよ、うん、仲間でもめっちゃ強い人いる、そういう人たちは全然指でいいんですけど、指が痛くなっちゃう人はやっぱり肘をある程度、うん、あの楽するための肘って意味もちょっとあるけど、そういう意味じゃなくて肘の気持ちいいんですよって分かるぐらいまでのテクニック、それが今上からの大技じゃない、うん、今横からがあります、肘、例えば腰部だとしたら、うん、おここの今度腹を使います、腹を使ってあっち側にグッとします、でこれも体重乗っけちゃいます、おお、体重乗っけちゃう、うん、でこう体重乗っけちゃう、面が広いからいい感じの強さですね、そう面が強いんで、うん、気持ちいい感じの強さ、うん、
強め。気を、これも強もみなんで、腰の人は今のやり方がすごい効くんで、これも一つ覚えちゃうと指酷使しなくていいんで、そっちからやってみて、はい、まず確認、腰部、うん、この硬さを確認して、肘のここを、こうでいいですか、うん、でベクトルこっちに、私の、おお、合ってる、おお、これはね3箇所ぐらい分けて一番下から、で腸骨と当たらないよね、うん、下から1,2,3まで、で3が浮遊骨、ここあるんで気をつける、ドキドキ、うん、浮遊骨当たらないとこ触りながら、ここは浮遊骨だよって、ほんとずれてる気がする、うん、なんかずれてる気がするね、うん、このこいつを、これを、これを、これ、うん、こいつを斜めにこう捉えてるかとか、うんうん、でベクトルこっち、ちょっと体重ガーンのしてみようか、そう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 、おー、これで俺と同じぐらい入ってる、弱い、弱い、なんか当たってる面が伸びたのが広かったのは何だろう、もっと斜めにした方がいいんですよ、うん、そうかな、で体重をもう自分がもっと、なんていうの、足をそう後ろに持つ、そう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 、もう一回やってもらっていいですか、こっち、うん、ちょっと俺そっちじゃ、そんなに変わる、いや右と左がそもそも私違うもん、うん、違うからね、そういうの感覚が、うん、まず確認、腰部の筋肉を確認して、うん、こう入れて、うーん、おー、うーん、おー、全然違うね、違う、おー、で次1本ずらして指1本だよ、うん、おー、全然違うかも。で浮遊骨まで気をついて。いや、年が広いとかそういうんじゃないね。左が特にちょっと痛め、最近痛いから。うわー、いや。で、なごみ。なごみ。肘なごみ。うん。ちょっともう一回言ってみよう。だから、捉えてるとこの問題だよね、多分ね。うん、多分角度とかも、うん、合ってるし、もっと深いところから、うん、鋭くここでもう捉えちゃうみたいな、この筋肉自体を斜めに捉えちゃう、横から行くイメージだよね、うん、おー、でも場所はやっぱいいんだろうな、うん、地中さんのかな、体重は肘の曲げ方、縦方、曲げ方かな、縦方、縦方ですかね、うん、大丈夫だな、うん、このまま体重を全体重を持って、わあ！こう入れて体重をこう乗せて、こう入れて体重を、体重のかけ方ですかね。なんか上積みで滑ってる気がするんだけど、気のせい。あ、そう、捉えてそこを滑らせない。もうそこを。ああ！来た、いやー、滑っちゃった。あ、詰まった。そこ重要じゃない？滑っちゃった。やばいでしょ、のぶちゃん。私すごいいつも耐えてるの。笑わない。何何俺を言ってる、笑ってる意味がわからない。滑っちゃった。滑っちゃった。あ、噛んでるって意味。噛んでる。常に噛んでる。噛んでる。僕合ってます。うん、噛んでる。あの、慣れてくるから大丈夫よ。あ、そう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 、いいじゃん、いいじゃん、いい、あ、その感覚までいければ、うん、うん、ちょっと反対やってみようか、じゃあ、はい、こっちから、おお、いいですね、あ、首こぎだ、首こぎ、うん、そうそう、まず確認して、確認して、うん、滑らせないようにロックして、遊び取ってから体重乗っけていく、場所合ってます、ちょっと角度なのかな、当たりの、もうちょっと立てる、そのことは立てて、肘を倒しすぎじゃないです、そんなことない、もう、うん、滑ってるんですね、これちょっと場所かな、めくってみたら、うん、うん、もっと点でいった方がいいのかな、うん、じゃあ、うん、点で、点っぽいのか、うん、点で入れてベクトルあっちに、ね、横に持ってきて、こっち側に、こう滑んないようにロックして、そうそうそう、おー、
うん、おー来た、うん、来た、おー効く、うん、おーわー、うん、いいよいいよ、ここまでいけば、すごい、うん、これを忘れないようにしましょう。そうだね、で浮遊骨上は気をつけてね。骨触って、骨触って、うん、そこに当たらないように。怖かったらもうそこの当たらない手前だけでもいいかもしれない。うん。うん。おお。おお。あんまり見えてないし。背中向いて。で、腰部あとね。一番ねやってほしいとこってね一番下なわけですよ。腸骨があってここは L4 つって腰椎4番、うん、ここが辛い人が多いんですよ。だからここはねあの指でもいいし、あの強みの人はこうがっつりあの肘で上からグリグリ、はい、グリ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